はい、皆さんこんにちは、西井です。今日はですね、電車でも名古屋鉄道編やっていきたいと思います。収録時間はね、40分ぐらいで終わると思うんですけどね、ちょっとね、これ長いんですよ。長いんでね、ちょっと長い付き合いにはなる。まあ長い付き合いになるって言ってもね、早送りできますから。あ、プレミア公開で流しますけどね、別にプレミア公開で別に見なくていい。まあ深夜の1時になったら、ね、早送りし放題で、見放題ですから。早送りやり放題。あ、ちゃんと見なくてもいいと。でも40分くらいかかると思うんだよね、収録。新一宮方面、普通、新岐阜行きです。次は丸の内に止まります。確かに保線作業員がどっかでいるんだよ。この辺り。ね、ここ、目立たないでしょ。まもなく丸の内。これね、多分雨降らないと思うんだよね。多分雨は降らないと思うんで。でも時間は全然ないんだよね、これ。ありそうでないっていう。あ、ぴったり。グレートで3秒だもんね。グッドだと2秒でしょ。これはまた面倒だね。デリーハートだとグッド2秒ってことでしょ。58秒。前田健太投手。二木浩太投手。小園健太投手。菅野智之投手だっけ。ジャイアンツは菅野投手だってな。あれ、広島の18って森下投手違うっけ。あれ、なかなかね、森下っていう名字もなかなかいなかったんだけど、今ね、阪神にも森下選手っているしね、広島にも森下選手っているし、自分でね、活躍してるからね。300m 制限45。人口。この辺か。もう注意出して、なんか注意信号出んだよね、これ。この辺でいいか。青の上で信号無視とか出る。この後参ります。急行新宿駅が到着します。下り口は右側です。扉にご注意ください。あ、くれない。くれないんだ。電車。くれそうでくれないっていう。やべ、ちょっとこれ28つかない。危ねえじゃねえかな。98になる。危ねえじゃねえかも。あ、ちょっと早かったな。2秒装着か。さっき0秒だったよね。BA8 つかない。なんかブレーキ、悪くはないんだけど、効きが遅いかな。こんな停車駅あんの？制限45。大里駅は何もなし。まあこの辺だね。制限45。今日
今日は9月20日なんですけどね、斉藤都知事、兵庫県か、失職か、解散かとかなんかってね、なかなかやめないんだよね、あの人はね。やめるかなって思って。まあ、もうどうせ当選しないだろうからね、なんとか粘ってっていうと、思いもあるんでしょうけど。進行。まもなく大里、大里です。大里。ここでもスプリント。9月の15日にポチフェス行ったんですよね、秋葉原。行ったんですけど、車両1回もか ?1 個も買わずに帰ってきました。危ねえよ、やべ。ミハチ使っちゃいけない。車両か、あの、物は買ったんですけどね。ジオコレシリーズのさ、5000円均一とかでさ、解体中のマンションだったかな、それとか、テレビ塔とか、なんかいろんな、ジオコレシリーズでも、いろんな建物が入っ、3、4個入ってたのかな、それ買ったんですけど。人口。それとジオコレの人形シリーズ、人間シリーズ、ジオラマ人形。結構ね、一箱に6体入ってんですよ。それはね、7箱。いろんな人間のジオラマ人形セットで5000円均一ってことでね。まあ中古品なんですけど、まあそれを買いました。B7、B8 入れたっけ？4、3、2。あ、でもフルートは取れてん、なんかこれ2秒ずつ減ってる、3秒ずつ減ってないよね。2秒ずつだよ。まあいいけどさ、それとかね、ポチフェスで車両1個も買ってないっていう。次、コノミヤ。出発進行。ここにいたのか。ベスターズの33って、武田陸選手、武田選手だったな。二刀流なんでね、ピッチャーやったり、バッターやったり、二刀流でベスターズは育ててるらしいけど。540m85。540m 制限85か。制限85。で、350。制限45。どうな？チームには、宇宙侵入は？ちょっと出してみて。これくらいでいい？制限45。制限45。ここはもらってもしょうがない。もらってもしょうがないと。これが
いんだ。あと20秒。これくらい。5、4、3。ああ、1メートルオーバー。え ?3 秒ずつ減ってんだ、これ。マジか、54センチ。ジョニー・クロキ。27、神茶谷タイガ投手。プリンパンパン、プリンパンパン、プリンパンパンポン。コウノミヤか、振ってしまう字だ。制限45。こういう感じか。いいね。進行。島に内に縄。なんかかっこいいね。島内縄ってなんか歴史上の人物でいそうだけど。なんか NHK の大河ドラマのタイトルにもありそうだけど。島内縄。あ、ここいいね。気まぐれに鳴らしてみたわけ。ここね、いい気になって鳴らしても何も拾えないっていう。雨降らないのかな、これ。島宇治奈が停車。雨降らないっけ。あと10秒。5、4、3。ああ、いい。そっか、また、積み立てなきゃいけない。なんかね、島内縄ってなんか元号にも良さそうだよね。令和とか。でも二文字って決まってんのかな、昭和平成。ねえ、最近ずっと漢字二文字が多い。三文字ってやっぱダメなのかね。大正、昭和、平成、令和と。今でも言語そんなに。あれだよね。言語を使うと書かせるとこってないよね。もう西暦の方が楽じゃん。あの契約書とかも。令和、平成とかって契約書に書いちゃうと後で変えなきゃいけないからさ、全部。西暦の方が楽なんだよね。進行。うん、令和とか昭和で書かせる契約書とかでも書かせることなくなってきたね。書いて西暦とか、ね、進行。契約書とかさ、書類とかさ、なんか携帯の書類とかも前はなんか昭和とか書かしてた。まもなく妙高寺、妙高寺です。妙高寺停車。危ねえじゃねえかな。うん、僕も契約書作るんだったらあれだね。もう令和とかじゃなくて、最初から令和とかって書いてるところもあるけど、もう西暦で。年月日しか書かない。お、フリーズ。ああ、3センチ。エクセレント来ない。こんなに停車駅やん。
次、新一宮。おぉ、200メートル制限だな、10。出発進行。元号そんなにね、まあ、天皇のあれだからね、まあ、いらないってわけにもいかないんだろう。そんなに元号重視してくるところもないし。もう、ハンコ押す文化もなくなってきちゃってるからね。まあ、役所関係大体ハンコだけど。進行。200メートルの制限70。110は出せない。進行。まあ、この辺で、ちょっと脱線しといて。200メートル75って言うのは、200メートルの時点で75キロでしたら、もうダメだろ。オーバーラン。オーバーラン。新一宮、停車。このまんま行けばいいんじゃないですか？ああ、でも時間ないね。あれ、危ねえじゃねえかもよって言わないね。あ、B7、B8 入れたつもり。あ、50センチか、一郎の背番号。お、マシコ京介選手の背番号32。離れ離れなたて、この歌がそばにいる。君の耳の中で、君の耳を奏で。若気だかけだたて、この歌がそばにいる。っていう曲だったような気、登場曲。進行。次、今伊勢。ね、京急800型だよね。だるま電車に見える。進行。制限100。制限100。100までいかないし。制限解除。進行。まあ32があるから大丈夫だと思うんだけどね、これ。進行。で、ブレーキ。進行。進行。P6 でも十分。ブレーキは確保。EF66。2枚制。停車。停車。危ねえじゃねえかよって。この辺でどうでしょう。98。ああ、4。1秒遅れとくとホッとするね。また32、マシコ京介選手の背番号。ウェイ、アウェイ。チェンジザゲームとかで曲だったよ。11センチ。沢村投手の背番号だね、ロッテの。あれ、佐々木千早投手は41か。おぉ、グレートしか取ってない、これ。出発進行。次、岩戸ですね。あ、区間短いね。走ってもいける気がするけど。でも、500メートル走るっていうのはね、なかなかだもん。
進行。進行。この辺でブレーキをかけて。岩と電車。進行。進行。あと10秒。次、新木曽川。おお。320m、制限45。おお、特急電車だね、国鉄車両。進行。320、制限45か。また中信号かな。進行。この辺でブレーキかけといて。320。この辺でどうでしょう。場内注意。出た。注意。まもなく新木曽川、新木曽川です。例年次の新木曽川です。35っていつ240。笠松新木笛は重厚新木笛が先に着きます。この辺か。お急ぎの方はお乗り換えください。お出口は右側です。扉にご注意ください。もうボーナスくれないね。新木曽川停車。ちょっと早いか。ちょっと早いな。あと15秒。そんな時間ない。ちょっと余裕を超えてる場合じゃなかった。あ、いいな。41秒。あ、今度こそ佐々木千早投手の背番号41。折り返し地点まで行ったんじゃない。15が生きてんのね。44秒。
あ、石上選手の背番号だね。二度はない人生。This is my life, you know. 後悔しても僕らは止まれない。こんなにグレート取っても44秒か。まあ、失敗してるのかな。進行。まあ、今日9月の20日なんですけどね、あと10日したら戦力外通告選手ってね、プロ野球自由契約選手っていうのがね、出てきて、寂しい季節でもあるよ。まあ、クビになる選手が出てくるっていう。進行。とね、寂しい季節にもなってくると。進行。この辺でブレーキ。まもなく磯川堤。磯川堤です。あ、ここ今上り勾配。なんか時間ねえな。危ねえじゃねえかよ。危ねえじゃねえかな。これ B8 使わないとオーバーラン確実。3秒ずつ減ってんだもんこれ。危ねえじゃねえかな。しかも1秒5秒遅れてるし。78cm。 おお、辰巳幸之助選手だね、楽天の。確か背番号78。最初育成選手だったんだよ。内野も外野もやってるけど。ああ、でも外野もやってるけど、内野がセカンドしか見たことないの。進行。ああ、楽天でね。辰巳って二人いるんだよね。漢字は違うんだけど、辰巳龍之介選手と辰巳幸之介選手。78番が辰巳幸之介選手で。辰巳龍之介選手は背番号70じゃない。背番号8だったっけな。前7つけてた気がするんだけど、あ、鈴木大地選手が入ってんのか。鈴木大地選手が来たから。あれちょっと時間、大丈夫か。鈴木大地選手がね、FA できて、背番号7から8にしたの。7、6、5、4。危ねえじゃねえかなー。あ、B8 か。B8 入れたつもりはなかったけど、なんか B8 入っちゃう。15ってベスターズ徳山投手。前半ね、勝ちの方程式って頑張ってたけどね、怪我しちゃったよね。球速いからね、どうしてもやっぱり肘とか負担かかっちゃうんだよね。去年までね、結構2軍にいる時期の方が多かったんじゃないかなって。先発もやってたね、やっぱ中継ぎの方が合ってんだろうね。黒松、笠松です。笠松、この辺か。笠松、停車。制限解除。はい、これでどうでしょう。
でちょっと時間潰して、まあまあ1秒遅れたし、でもエクセレント1回も来なかったね。1回も来なかったらもうこんだけ停車してんのに。3センチが1回あったけどね、1回くらいエクセレントあっても良さそうだ。200m 制限45は。はい、出発進行。制限45。もうちょい。2段です。一時避難っていうのは制限40。もうちょい。場内。ギリギリで45って言ってくるのがね、ちょっとね、いやらしいです。避難停車。あれ？やべ、失敗。ここで、終わりか。ああ、1メートルオーバーだし。あれ？危ねえじゃねえかよって言わない。5秒遅れてるし。61センチ。おお、山本大都選手の背番号。山本大斗選手も2軍で16本打ってんだよね。すごいなと。あれ、8月度のファーム月間 MVP に選ばれたじゃん。こんなない。社長はなんもない。間に合うかな。結構飛ばさないとダメだね。あ、16秒。進行。あ、この辺でブレーキかけちゃえば。結構フル加速で行ったから。場内、進行。車上、車上です。なんか早いか。車上、停車。これくらいでどうだ。さあ、ね、あれ、ああ、またやっちゃって。危ねえじゃねえかよって言わないの。50センチか。イチローの背番号。今51つけてる選手って、あー、ロッテは山口浩輝選手。制限55。13秒しかない。
じゃ。ちょっと早いかな。まあ、ここは早く着いちゃっても問題はなさそう。危ねえじゃねえかな。あれ ?7 秒。あれ減速だ、これ。やっちゃったよ、最後の最後。これやばいだろう。最後難しくなんだ。制限50とか35とかある。あ、でも出発警戒ない。減速とかって、で停止とかあるんじゃない。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点新岐阜です。東京右山方面高見ヶ原線人口広松線東京都市の中線はお乗り換えです。お忘れ物の内容にご注意ください。190制限30扉にご注意ください。場内進行制限30制限35これくらい減速出なかったな。停車ブレーキの効きいいなって思うときもあれば悪いなって思う。よくわかんない。これぐらいで進んでいけば。あ、ちょっと早い。最後の最後に行くと。年々下手になってきてるような気がするんだけど。ああ、9センチ。ヒルマ選手。セーフで。ああ、やっぱ点数厳しいね。37点か。はい、で、これはカットして。あ、めんどくさい名前ね。おい、チーズ。すげえ。おめでとうございます。ありがとうございます。ハイスコアを目指してください。はい、ということでね、セーブをして終わりだ。
セーブ忘れるときにまた やんなきゃいけない。名古屋鉄道編。あ、間違えた。ゲームセット。ノーマル？あ、速度メーターが。あんなにね、1秒くれるごとに3秒引かれて、あれでノーマルだったらちょっともう会えるから。名古屋鉄道編。はい、ということでね、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。